子供が離れるって本当にもう壮絶なもので、我が子の成長が見れないってことになるんだよね。1歳の誕生日が最後に撮った写真。旦那さんにはお前は二度と会うな、これが離婚なんだみたいな。枕がちょうどいいサイズだったから、息子の年齢として。枕を持ちながらこうお酒を飲むとか、寂しくてしょうがないんだよね。いつか自分の息子日月に会えるっていう希望を持って、今自分が変えるべき時期に来たのかなって。親の離婚を経験する子どもたちの立場に立って支援をしていく仕組みというのが日本の中に必要ないんじゃないかということで、この NPO を立ち上げました。父親と5年間会えない時期があって、親との関係がそこで切れてしまうことがないような社会になってほしいなって。親が離婚して寂しかったのは、母親がいない、相談できる相手がいない。親の不安な気持ちというのは分かる一方で、私も同じですが、子供にとってはお父さんも大事だし、お母さんも大事。離婚などで子供と別居している親が子供と面会ができる制度がないのは違憲であるとして、国を相手取り提訴しました。日本ってもうママとパパどっちにつくっていうのがあって、でも本来そうあるべきではない。私の息子の名前日月って言うんだけど、会った時にはずっと愛してたってことを伝えたい。